みこちの配信を見て、ある発想が出た。みこちから草がたくさん取れる。それを売ってみこちを支えるお金ができる。さらに草をたくさん取れるというサイクルができて、やがて景気が良くなり、平和が、世界が平和になるのです。これがみこロミック。ありがとう、みこ様。もう信じる者は救われます。みこのことを、楽しく放送を見ていると、次第に、どんどん幸せになっていきます。皆さん、どうぞこれからもよろしくお願いします。ありがとう。世界に平和を。みこちゃん教団。世界に平和をみこち教団です。よろしくお願いします。自分以外のものが優れてると感じるなら、他の人もポンにしてしまえばいい。ポンデミック、始めます。ポンデミック計画。なあ。猫の、この、アホ毛、元凶たるアホ毛を、配布しよう。危険すぎる。世界が滅びる。ひどいよ。ひどい言い草だな。みんなでこの、猫のアホ毛を配る。みんなもアホ毛をつけよう。流行らそう、女子高生とかに。可愛くない？このアホ毛マジでやばくない？つって。なんか今はなんかね、でっかいリボンが流行ってるらしいよ。超ビッグリボンがね、流行ってるらしい。次はミコのアホ毛も来るかもしれない。金払うからやめて。金払ってでも止めに来ないでよ。ミコジのアホ毛取るとポンなくなったりするの。そうだよ。ミコエリートすぎるからこれバランス保ってんだよ。みんなわかるか？やっぱバランスって大事じゃん、世界って。ねえ、どこにおいても、まあ、学校においてもさ、バランスってさ、何事も大事やん。それ保ってんの、猫は。バランスを。寝坊して泣きべそ書いてたのに。